女性化乳房は、男性の胸が、女性の乳房のように隆起する症状。それに伴い、乳首、乳輪も女性化し、稀に母乳のような乳汁分泌物が溢れる場合も、あるが、個人差がある。女性化乳腺とも呼ばれる。最も多いのは、特に理由のない、特発性女性化乳房であり、健康上の問題はなく、 渋さが極端に大きくならない限り放置されることも多い。しかし、乳がんの恐れや、口述の通り清掃使用や、肝機能低下の症状である可能性もある。大学病院や一般病院では、乳腺外科や、形成外科が診療に当たり、医療保険が適用されれば生命保険の手術給付金の対象となり、入院すればそれも給付される。 医療保険が適用されると4日ほどの入院で約11万円前後と言われている。自由診療での手術では自己負担が70万円以上となる場合がある。思春期初期の男子にも見られ、女子のチブサの棚段階スリー並みになることも珍しくない。女性化乳房は女性の胸の成長と同じように乳腺の発達で起こる。乳首の中にしこりができたようになり、 痛みもあるため乳がんと間違うこともある。男性が、乳首に、しこりができたと、病院で診察を受けると女性加入棒であることがある。思春期初期の男子にも見られ、女子のちぶさの棚段階スリーみになることも、珍しくない。これは、思春期初期に、男性ホルモンに比べて、女性ホルモンの分泌が、相対的に多くなるためで、後に、 男性ホルモンの分泌が増えてくると1から2年で消失する。乳首、乳輪付近に何かが接触したり体を揺すったりすると、頭痛やかゆみが生じたり、運動時などに乳揺れが生じるためにブラジャーなどが必要になる例もある。思春期初期の男子を除いて、女性のブラジャーを着用時、アンダーバストが足りないため、メンズブラを着用する場合がある。 その他にアンダーバストの制限がない胸部分が二重になっている。タンクトップ、ハーフトップ、キャミソールなどを着る場合や、ニップレスなどを貼り付ける場合もある。消失しない場合の根治療法は、手術による切除となる。手術は、乳輪の半周を切開し、そこから乳腺と脂肪を除去する。自由診療の美容整形外科病院の場合は、部分麻酔で、日帰り手術が、 主体のようだが、大学病院や一般病院では、大きさによっては、全身麻酔で、4日から7日間の入院が必要となる場合もある。術後数日間はドレンを留置する場合が多いので、入院の方が安心であると言える。術後再び腫れることもあるが再発ではなく、時間が経つにつれ、約1ヶ月程度で、腫れは引き、乳輪が出た状態は消える。 腫れを予防するには圧迫することが重要と言われている。美容整形外科によっては、肥満で乳部が死亡により肥大化することを、偽性女性化乳房と呼び、本来の女性化乳房を、新生女性化乳房と呼ぶ。また、両方の発達による混合タイプもある。チブサの下水が強い場合には、乳房切断術及び、乳輪、乳頭の移植術を行うこともある。 大山健二、創設思春期の発言、山梨大学看護学会士さん。 3から8、0度1100億618万4827、http コロンスラッシュスラッシュ www.lib.yamanas.ac.jp スラッシュ igaku スラッシュ mokuji スラッシュ ynj スラッシュ ynj3-1 スラッシュイメージスラッシュ ynj3-1-003tolera8。pdfokki.jjjj. <siege> オグン BEAO, バクテルウェム、プレバレンスオブリーネア。ニグラインペーシェンツウィズビナインプロスタティック、ハイパープレージアプロステートカルシノーマ。インターナショナルジャーナルオブダーマトロジー51サプル、1、4143、ドイ、10.1111。 J1365 から 4632.2012-05564-X プミド2321957女性加入防症の手術方法についてプラストクリニックありがとうございます